や。これちょうだい。エリリ。もらってもいいよね。いいよ、持ってけ。トモヤ、私。からあなたはフリンリ君よ。体力がついてきたのかも。春から毎日誰かさんにいじめ抜かれたせいで。そのためには残りの試合を全て勝たないと。二人一緒にね。まさかお前これ食って酔ったのか。なあほら、その年でキスもまだなの？ダサー。じゃあさ、私がしてあげてもいいわよ。ねえ、しよう。しなさい。うわあ！落ち着けつとけ。もう言ってること別人みたいになってんぞ。ねえ、お願い。ダメだって。しようよ。絶対ダメ。ねえ。ダメったらダメ。謝罪を行動で示しなさいと言っているの。冬海愛と一緒にいた時間だけ彼女の私にキスしなさい。30分くらい。そんなに長いこと？いやらしいわね。私を妊娠させるつもりなのかしら。3分で許してあげる。俺も約束破ったから大丈夫。ごめんね。もっとしたい。愛行動の惨劇を奇跡に変えよう。状況なんだよ。愛し合う二人は結ばれるべきだ。大事なことですので緊密にお願いします。俺がマルザに帰るとき、君には契約魔法師じゃなく妃としてそばにいてほしいんだ。俺には君以外考えられない。それをはっきりさせておきたかったんだ。それでは、私は今からテオ様の妃となります。私より先に死なないでください。俺は君主で、これから強大な敵と戦おうとしているのに。それでもです。もし守れなかったら私も死にます。これによりあなた方は夫婦となりました。では花嫁にキス。これからは自然な時間が穏やかに流れていくのでしょうね。そうだね。やめろ。何？なんで？何をする？お前な、
ふざけんなよ。すまん、パニクった。練習させてくれ。お前なら口が固いだろ。こんなこと頼めるのはお前しかいないんだ。やめろ、気持ち悪い。大丈夫だ、ラップを持ってきた。やめろ、生々しい。これを間に挟めば問題ない。大問題。俺も覚悟を決めたんだ。お前も男なら覚悟を決めろ。いや、絶対おかしいから。それあの冬の続きをしよう。ずっとずっと好きだった俺、刹那はお前を永遠に愛することを誓う。私もあなたを永遠に愛することを誓う。私を必要としてくださる限りお使いするつもりです。どうも伝わっていない気がする。な、何がでしょう。君は俺にとって大切な人だから。それが俺の伝えたかったことだよ。はい。テオ様は私の気持ちに気づいておられますよね。テオ様も私のことを愛してくださっているのですよね。そこまで言わせる？君は本当に魔女だよね。もちろん俺は君を愛している。これ口つけちゃってるけど、よかったら交換する？いやいや、さすがにそれはね、ちょっとね。いただきます。ちょっと内巻くん。おい、はい、じゃなくて、それ飲みかけだよ。つまりほら、鈍感すぎる。ちょっと香りも何とか言ってよ。いや、冗談だったんだけどな。アスナがいないとダメだ。もちろん行くよ、一緒に。君の行くところならどこにだって。アスナ、タダ君、私もあなたのことが好きでした。大好きでした。ありがとう。この恋を一生忘れません。俺も一生忘れない。テレサ、どうしてここに？あなたを追いかけてきました。え？で、いや、なんで、なんでここにいるんだ？タダ君、もう私離れません。